マツダスカイアクティブズ広島は広島県を拠点とするジャパンラグビーリーグワンに所属しているラグビーチームである。1963年創部中国地方を代表する社会人ラグビーチームである。母体は自動車メーカーのマツダ。陸上競技部と共にカンパニースポーツとして活動している。本拠地はマツダ本社のある秋群府中町。 練習場は秋群坂町にある松田大美グラウンド。試合会場は広島市にある広島県総合グラウンドを主に使用している。チームカラーは松田のコーポレートカラーでもある青。チーム名は青と松田のブランドエッセンス、ズームズームを組み合わせた造語で、略称は MBZ。同じく広島県を拠点とする中国電力。 レッドレグリオンズとの対戦は、広島ダービーと呼ばれている。1961年、東洋工業ラグビー同公会として発足。1963年に正式に会社の競技部となる。1971年度に初めて全国社会人大会に出場。以降、1999年度までに21回出場した。 1972年に創設された西日本社会人リーグには初年度から参加し優勝を果たした。この頃、オイルショックの影響でチームの強化が進まなくなっていったが、1980年代に入ると持ち直し、1983年には2回目の優勝を遂げた。翌1984年、社名変更に伴い登録名を松田に変更。 その後も西日本社会人リーグでは優勝争いに絡み続け、1987年には3回目の優勝を遂げた。1990年に初の外国人選手を採用。翌1991年に西日本社会人リーグで全勝優勝すると、1998年までの8年間で5回の優勝を遂げた。1972年に 同リーグが開幕してから2002年に終了するまでの間、全31シーズンにわたり一部リーグに在籍し続けた。優勝回数は最多の8回を誇る。2003年にトップリーグが開幕すると2部リーグ相当のトップ九州 A に所属。トップリーグを目指したチームの強化やバブル崩壊の影響から一時は B リーグ降格も危ぶまれた。 しかし徐々に持ち直し、2006年にはトップチャレンジ2に初進出、翌2007年はトップ九州へ優勝を遂げ、トップチャレンジ1に初進出したが、いずれもトップリーグ初昇格はならなかった。2008年と2009年も同様にトップチャレンジ1及び入れ替え戦で苦敗をなめ、昇格を逃した。2012年と2013年は、 トップチャレンジ2に進出するもトップチャレンジ1に進出はならなかった。2017年新たに創設されたトップチャレンジリーグに参入した。2022年に発足する新リーグジャパンラグビーリーグ1の2部リーグに参加。それに伴いチーム名称を松田スカイアクティブズ広島に変更されることになった。最上位リーグ界リーグトップリーグ創設以前。 トップリーグ創設以降2020年度のスコットは次の通り。太とは今年度からの新加入選手。ありがとうございます。